こういう感じのダンジョンエリアっていうところに入りますね。うん。これちょっと難しいんじゃねえか？大丈夫かな？いけるかな？ここからの脱出方法は、あの右上の穴を守ってるやつを倒して、そっから先に進むか、あの階段を抜けて先に進むかですね。うん。さて、どうしようか。失礼。オートファイター。こいつは、5回行動して3ダメージを与えてくるんですけど、HP が10なら3回ぶん殴ってきて9回やったところで、HP が1桁が1になった時に攻撃をやめるんで、今だとでも4回攻撃されると12のダメージを受けて死んでしまうので、ちょっと HP を調整する必要がある。こいつは、8受けると、3になっちゃうな。あ、違うか。いいんだ。それでいいんだ。武器を、こいつを武器を1個使って、倒す。そうすると、HP が3になったんで、で、この状態で戦うと、まあ、一発殴られて終わってしまうんですが、ここで食材を、HP が1回復する食材を使うと4になるんで、これで、オートファイター1回戦うと、1回ぶん殴られて残り HP1 で終わると。うん。ですね。うん。で、ここは、ぶん投げ解除しちゃいましょう。錬金の豆いらないですね。うん。あ、そうか。脱出方法、ここにもあるな。ロープ使って脱出する方法あるね。あー、地上エリア行っちゃってもいいかもしんないな。で、こいつを倒すには、HP が4必要なんで、焼き芋。焼き芋3回復できるね。うん。で、こいつは、ただ倒すと。いや、倒す必要ねえな、別に。ここ、ここ通りに来る必要なかったな。どうしようかな。この部屋に入るかどうか、だね。あ、でも、どっちにしろバールは使うし、まあ、オートファイターは焼き芋1個使えば倒せるわけだから、まあ、ここ入っちゃっていいね。バール使って入りましょう。ピッケル1個手に入れてビール。ね。ゴミも漁る。で、ここで焼き芋を1個食べて、こいつをぶん殴って終わりですね。うん。で、鉄くずから武器。どうしようかな。あ、なんか錬金の豆手に入ったな。1個使うと5になるから、これで鉄くずから武器2つ作れるんじゃないかな。作りましょう。武器2つね。飲み水にするのは無理なんで泥だらけ。賢さの豆か。うん、いいね。ロープを手に入れて、このままダンジョンエリアを突き進むか、ロープで地上に上がるか。ってとこですね、今。どうしようかな。ダンジョン進んじゃうか。あ、高難度ダンジョンか。行こう。行きましょう。ちょっと。え、なにこれ？え、なにこれ？え、なにこのマップ？ちょ。ボーナスステージ。え、こんなマップ見、来たことないな。これ何？金？金だ、100だ。まあ、取れるだけとりあえず取っとこうか。こんなマップ。これ、マシンガントラップか。これはちょっと突破できそうにない。いや、できるな。どうしようかな。というより、どっかを突破する必要があるな。最後のバールを持っていないので、あ、1個持ってるか。どうしよっかな。これちょっと悩みますね。こいつ、ちょっと特殊なモンスターで、正面から戦うと HP ダメージ20受けるんですよ。
で、横から戦うと、HP10 減る。で、背後からだとなんと1で倒せてしまうんですね。で、プラス2000の経験値はカレーと同じなんで、結構美味しいんですけども、どうしよう。正面からは戦えないですね。だからこいつを処理するか、マシンガントラップを防具2つ使って HP10 削って先に進むか、ここ、最後のバールで1個使って破壊するか。というよりも、だからここを破壊したところでこの宝箱を解体。こっちの木の宝箱は武器で解体できるんですね。で、こっちの銀色の鉄の宝箱は、兵器を使わないと解体できないんですよ。だから、ちょっと、あまり得策じゃないかな。でも武器使って解体して、ここで最後のバールを使って、で、ここで武器で使って解体して、で、ここで、マシンガントラップを防具で回避する。その手段を取るか、でもそれが一番いいような気がするな。まあ、あとは HP を21まで上げて、正面からこの 目玉を倒すか。ですね。奥にいる紫色の鎧を着た黒騎士って呼ばれるやつは、あいつは兵器がないと倒せないんで、まあ、あまり相手にするのは得策じゃないかな。とりあえずここもちょっと最後のバールで開けてしまいましょう。で、これはぶん投げ解除を。で、あ、開けられるじゃん、これ。あ、いやでもこれなら金庫開けた方がいいな。金庫開ける。9500。こいつをぶん投げ解除をして、で、武器を使って解体する。で、こいつをまたぶん投げ解除をして、そしてこのマシンガントラップを防具2つ使って返します。で、あ、これで金額調整できるな。金額調整したらここに戻ってきてトランクを開ける。兵器。あ、いいじゃん。兵器やって。で、これまだ開けられるから、こいつも開ける。今この状態だと。あれ、ヘビボールあるじゃん。あ、これはめちゃくちゃ貴重なアイテムなんですけども。ちょっと後で説明します。これで、1000の位と100の位が揃ったんで、またこのトランクを開けることができる。で、ここの宝箱も手に入れられる。ぶん投げ解除ですね。で、イビルアイは、あ、ちょ、HP ねえや。ちょっと待って。焼き芋。食べる。ね。で、1で倒せて、経験値2000なんで、美味しいんで倒しておきましょう。で、これ、ヘビボール。ちょっと後で説明します。で、金を回収しつつ、このイビルアイも倒し。ね。で、金をさらに回収していって、このイビルアイも倒す。ね。で、ここ入るかどうかだな。兵器使えばいけるけど、兵器消耗するほどの価値はあるかな。金しかないもんな。そんならマシンガントラップを、土器って防具になるんだっけ？あ、防具に使えるな。土器が2個あるから防具に変えて、マシンガントラップを抜ける。と、薬草が5回復なんで、これを2つ食べて、ここのマシンガントラップを防具2で回避。
で、これで中のお金は全部回収できるね。うん。ああ、なんだかんだ、いろいろやった結果、全部回収できたね。ああ、ヘビーボールも手に入ったし、まさにボーナスステージだわ。ごちそうさまです。はい。で、地上に戻ってきましたね。で、食材もらって、で、今金が、200手に入ればいいかな。そこのと、そこにトランクあるんでね。あ、そうか、減らして調整でもいいか。ちょっと頭が悪いから計算できないな。はい、失礼しました。5300でバールを9個買う。バールを9個なんて買ったことねえな。爆買いしましょう。買うと、14,430になったんで、これで開けられますね。ラーメンはタッパーに入れたいけどねえわ。直接食べるか。食べなくてもいいな。いや、もう食べちゃう。もうもったいねえ。開けます。まあまあ、バール9個と引き換えだったら、まあ価値はあったのか。まあ、いや。で、あ、やーべー、ここのラクダ、ちょっと厄介ですね。このラクダ、金取るんすよ。運賃が、所持金の2割ぐらい取られるんだったかな。なんかそんな感じのヘビです。ヘビじゃねえや、ラクダです。うん、薬草160安いな、買っとこう。さて、どうしようかな。そしたらこのラクダは、まあ3000払って乗っちゃった方がいいか。うん。さて、ここはどうしようかな。ここは、左のこっち側のエリアに侵入するためには、バールで破壊するかピッケルで破壊するか、どっちかしないと中入れないんですけど、そのバールさっきめっちゃ買ったから、バールでいいや。バールで破壊、ピッケル拾って、バール持ってたら買い取るよ。あ、1個売っちゃっていいかな。これはバールクソあるからね。クソほどあるんでね。あと、これお弁当もらって、ドリルと防具を手に入れて、ゴミは燃やす。この人はロープ持ってるな、一つ売ってね。売らない。で、この下側から、水持ってるな、買い取るよ。あ、売らなくていいですね、ここ。ロープ買ってい、ん?ロープを買っていってね。あ、250なら安いね。買っとこうか。いらねえけどな、もう。ポーション持ってるなら一つ売ってね。売らなくてもいいかな。取っとこう。解毒剤。解毒剤1個買っとこうか。金持ってるからな。あって出たわ。ごめんね。焼き芋買う。あ、じゃあ作るだ。作るだから大丈夫だね。水持ってるの力の豆。まあ、変えてもいいかな。ここで燃料を手に入れて、ピッケル手に入れて、ここ掘らなくていいかな。ここでピッケルを1個消耗するね。バールよりピッケルの方が欲しいんだけどな。ダンジョンエリアに移行します。行きましょう。あ、ここ大したマップじゃねえな。ちょっと外れマップですね。ミミズが現れた。こいつはまあ5で倒しちゃっていいかな。こいつは、武器使っちゃっていいが、いや、もったいねえな。どうしようかな。薬草を1個使って、8ダメージ受けて、いいかな。で、ここは、どうしようかな。これが落石地帯。
ここはだから右上の穴から出るか、ここでロープ使うか、さらに地下に潜るかですね。もう進行度が27なんでね、ちょっと高難易度ダンジョン行ってもいいかもしれない。行きましょう。おお、あ、なるほど。松明ここ来るんなら欲しかったな。そしたらどうしようかな。とりあえず使おう。でここしか手に入らないな。しょうがないな。これは知識が40以上あると1万経験値が入る。ここは MP を使って一時的に知識を上げる。でここが同じですね。うん。で右上に武器が2本、兵器が1個あるじゃないですか。でその前にいる猫がちょっと厄介なやつで、こっちの白い猫は腕力のドーピング値が高ければ高いほど、受けるダメージがでかくなるというモンスターですね。で、右側の緑色の猫が全ステータスのドーピング値を計算するんですよ。だから今ここで例えばね、一時的に30上げてしまうと、白の猫はまあ変わらないんですよ。腕力しか見ないん でこっちの緑色の猫は全部のステータスを見るんで、知識30上げてしまうと30のダメージを受けることになってしまうんですね。だ兵器を取るか、経験値を取るかみたいな話になってくるんですけども、うん、どうしようかね。知識レベルが40必要、20上げたいな。でも20上げるとあいつから20のダメージを受けてしまうと、どうしようかね。でこいつもうまあ倒さなきゃいけないんだけども、残り HP と MP が同じなら、HP マイナス15ではなく HP マイナス1っていう敵ですね。ただこれだと今 MP が最大値が1なんで、1まで減らさないと HP1、 MP1 の状態にしないと、まあ、HP1 にできないんですけど、それつまり死ぬってことなんで、ここで不思議なくるみを、2つ使っちゃいましょう。で MP を2回復させたい。でここでブドウジュース飲んじゃっていいかな。あ、いやダメだな。水、ただ HP を減らす必要があるんですよね、3まで。そうするとそのための多分このオートファイターなんですけど、ただこいつもだから処理するのに、HP13 必要ですね。ってことは命のくるみを2個使って13にすればいいですね。で食材を2個使って、あ、ブドウジュース飲めやがった。まあいいか。ほい。はい。これで残り HP1 ですね。で、ここから調整しましょう。あ、そうだ、これでいいんだ。それでブドウジュースを飲むと、HP と MP が2になったんで、こいつを倒せますね。うん。HP1 で倒せますね。はい。で、ここか。いいこと思いつきましたね。これ消火器1個持ってるんで、ここを消火器で火消します。これ火に対する選択肢は飛び越えるか消火器か水で消火するなんですけども、飛び越えちゃうと、まあ、最初の方でロープで飛び越えるともう戻ってこれないよみたいな話したじゃないですか。まあ、火も同じで1回飛び越えてしまうともう一度飛び越えることはできないんですね。 HP がいくらあろうとも、うん、なんで戻っだからもうクリアするために進んでしまうと戻っては来れないんですよ。ただまあ
あの消火器とか水ね、消火してしまえば、まあ、ここは通れるようになると。うん。で、ここで、だからこいつらをドーピングする前に倒してしまえば、あそこでドーピングしても問題ないわけですよ。だから普通に、あの、手に入るといいですね。あれ何？魔力の聖水とかかな？なんだろうな、あれ。魔力の聖水、あ、でも、バルクソほどあるから、一個開けちゃって。とりあえず、ここを、知識レベル上げちゃえばいいのか。レベルで割り振っちゃいましょう。あれ？あ、違う。ここは MP か。MP を消耗するのか。MP が4必要ですね。あ、レベル上げちゃった。ちょっと失敗したな。うん。どうしようかな。MP を上昇させたい。方法がないな。やべえ、やらかしたな。そうか、忘れてたぞ。いや、まあ、でも結局、ここを全部回復するのに40必要なだけだから、別にいいのか。なんなら適当に暗記でもいいわけだ。MP 消耗する必要ないね。うん。いいんじゃない？ここは適当に暗記して、経験値を1万。もらっちゃいましょう。うん。で、ここバールで破壊して、ドリルと防具。ここもじゃあバールで破壊して、これ多分魔力の聖水だと思うけど。あ、世界中の雫、世界中の雫だった。世界中の雫です。うん。まあまあまあ。本当はだから、松明が3本あれば、ここ、後ろの2個も解読とかできたんで、結構経験値入ったんだけど、まあ、いいね。はい。で、ここはどうしようかな。まあ、とりあえずカエルを拾って、ペットボトルがあれば水を汲むことができる。まあ、5個でいいかな。うん。あ、大砲場リセットでもよかったな。まあ、いいか。うん。焼きサンマを作る。こいつはスキルを打ってくれる人かな。そんなに欲しいスキルないんだよな。さっきなんかスキルいろいろ手に入ったな。医学の知識。あー、オートゴミ捨て。これいいね。ゴミ、勝手に処分されるんで、焚き火が使えるようになるね、普通に。水拳。まあ微妙かな。オートコミ捨てぐらいしか役に立たねえかな。ロープを売るよ。ロープいらないですね。で、この中のアイテムが欲しい。さあどうしよう。こいつを倒す必要がある、まあ、武器二刀流で戦うでいいかな。で、倒しちゃいましょう。で、紙切れ。で、こいつ、さっきの魔導士ですね。あー、どうしようかな。HP を調整できなくなったな。あいつを、あいつで調整しておくべきだったんだな。うっかりしてたな。さて、どうしようかな。特に案が思いつかないし、まあ、いらないかな。後ろの本が手に入る。っていうメリットあったけど、いいか。じゃあ、ここ、移動しましょう。おっと、来ましたね。と、ここは当エリアの準備、マップですね。うん。このルードみたいなやつは、借金がなければ特に問題ないです。うん。で、これノーマルモードなんで、当エリアに入れないんですよ。ここで、ノーマルモードは終わりですね。うん。ここで、あとは、資材に変えて、終わりですね。うん。というわけで、まあ、ちょっと、もう、最後のバールとかもね、必要ないですね。松明もいらないし、飲み物もまあ、いらないですね。化石を持ってるなら買い取るよ。まあ、ある程度だから金、所持金を持って帰ると資産が貯まるんで、
金を増やしておきましょう。もうピッケルとかいらないですね。これもいらないな。ヘビーメタルを持ってるならシューティングスターと交換する。ヘビーメタル持ってないですね。いらないですね。ぬいぐるみ持ってれば。持ってないですね。化石を持ってるのは一つですね。まあ、これでいいかな。あ、違う、もうここで終わりだから、この辺の攻略本とか使って、知識上げて、5000で打っちゃいましょう。そうだね。金塊は、打っちゃいましょう。ね。で、当エリアは、まあ、いけないんで、これも買わなくていいかな。で、焚き火で料理。全然しなくていいかな。この人は？ああ、最後のバーでいらないね。じゃあこんな感じで終わりかな？あとやることないかな？大丈夫かな？大丈夫かな？あ、そう、ヘビーボールの説明するの忘れたわ。これは、まあ、あれです。7個集めると願いを叶えてくれるアイテムですね。マックス7個必要なんですけど、まあ最低で2個必要なんですね。で、2個あれば、まあ1万ゴールドが生まれると。で、3個あればレア鉱石を獲得。4個で全知全能の豆を10個。で、5個だとエリア移動。だからこれ5個あれば、もし詰まっても先のエリアに進むことができると。で、これ、時間を戻したい。進行度がマイナス10されるっていう、結構えげつないやつですね。で、不老不死になりたい。で、7個使う。最大 HP100 と転生の種10個って結構すごいんですけど、1回だけ7個集めたことあるんですよ。もう東エリアの一番てっぺんだったんで、まあ、あんまり意味はなかったんですけど、これを、だから、東エリア入る前に手に入れてたら、進行度マイナス10はかなりでかいね。要は、ここに至るまでに、まあ、30エリア移動してきたわけですけども、進行度30になってるんで、マイナス10されるってことは、もう10マップ、できるってことなんで、資産を集めやすいんですよ。資産っていうか、その道具とか、まあ集めやすいし、お金も貯めやすいし、もしかしたら道中でね、レア鉱石を手に入れることもできるかもしれない。で、道具を手にいっぱい手に入れられれば、ね、このあと本来ハードモードだとある東エリアっていうところの攻略がすごく楽になるんで、進行度マイナス10がすごいです。っていうことだね。ということで、まあ、ここまでやってきたんですけども、わかったかな。なんかすっげえ駆け足でいろいろ説明したから、まあ、至らない部分もあるかもしれないですけども、とりあえず、ヘビ貿易の、実況は、ノーマルモードの実況はこれで終わりですね。ハードモード、続きでハードモードやるかどうか、ちょっと、わかんないです。とりあえず、試しにやってみた感じの動画なんでね。ちょっと、最近、別の動画、マスターオブエピックっていうゲームのね、動画ばっかりやってたんで、ちょっと、たまには別のもやろうかなと思って、やりました。はい。じゃあ、終わります。はい。ご視聴ありがとうございました。